とうとうお前にも後輩ができる。やだ、ずっと新人がいい。責任がなく誰かに教えてもらえる新人がいい。幅が案内してすごいやそ。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。ときめきメモリアの続きからやっていこうと思います。9月27日月曜日からですね。いや、風間くんとのデート三昧でございますね。とても楽しい青春をお送りしております。というわけで続きからやっていこうと思います。さて、風間くんとのデートですね。今回は森林公園に行こうと思います。あ、風間くん、悪い、遅れた。あ、そっか、これもセリフが変わっとった。大丈夫、私も今来たところ。そっか、サンキュー。でも次は待たせないようにする。うわ、次があるんだって、嬉しい。ん？さあ、どこ触る？いや、いいな、この服装もさ、なんか秋っぽくていいね。てか、そのこの首筋のラインめっちゃいい感じです。くすぐりはなしだろ。かわいい。いいな、お前はやっぱりこっち系がいい。この服気に入ってくれた？ああ、文句のつけどころなし、満点だ。その色よく見るよな。え？ピンクかな、青かな、白かな。今回この3色ですけど、どれだろう。うん、流行ってるんだ。流行りには乗っかる。お前らしくていいじゃん。やった、流行チェックしておいてよかった。褒めてるそれ。街の近くでもこんな紅葉が見られるんだな。ねえ、羽ばたき市ってすごいよね、本当にね。綺麗な水に紅葉が映ってるね。落ち葉が空中に浮いているみたい。池の周りをずっと歩いていたいね。え？シンプルに困るんですけど。どれがお好きなんだい、風間くん。でも風間くんは結構さ、ピュアピュアな感じが好きってイメージだからさ、この二つの、いや、これもピュアか。いや、でも、この二つっぽくない？じゃあ上から順番に攻めるか。綺麗な水に紅葉が映ってるね。ああ、逆さまに映って鏡みたいだな。おお、感受性が豊かですね。あ、いい感じだ。うん、いい感じだよね。よしよし。どうした？やったぜ。ポン。もしかして上目遣いってやつ？え、上目遣いしてんの？マリー、かわいい、あざと。さて、そろそろ帰ろうかな。あれ、あそこにいるの風間くんだよね。せっかくだしておしゃべりして帰ろうかな。仲いいな、君ら。いいね、青春だね。いい。わ、どうだ、バイトそろそろ慣れてきたか？あ、先輩ありがとうございます、気にかけていただいて。うん、風間くん、いえ、先輩のおかげです。かわいい。何それ。よろしい、良い心がけだ。かわいい。でも風間くんがいろいろ教えてくれたから、できることが増えてきたのは本当だよ。きっとお前ならいいスタッフになれるな。わあ、いい先輩だね、風間くん。目指せ、カリスマ店員。こら、調子に乗んな。何今の言い方、かわいい。将来のために修行してもらうのはいいかもな。骨董店でね、働くからね。将来？なんで声に出さないんだ、マリ。さ、上、二日連ちゃん。さて、そろそろ帰ろうかな。あそこにいるの風間くんだよね。せっかくでしょ、おしゃべり。仲いいな、君ら。二日連ちゃんか。なるほど。かっこいいな、相変わらず。そうそう、シモンのアルバイト募集の広告出てたな。そうったい。そんなに繁盛してるのか、もしくは誰か辞めたのかな。え、本当？ああ、とうとうお前にも後輩ができる。やだ、ずっと新人がいい。責任がなく誰かに教えてもらえる新人がいい。そっか、今までは私が一番の新人だったのにな。何寂しそうに言ってるんだよ。お前が教育係になるくらいの気持ちで行けよ。まあ、時給が上がるんだったら考えますけど。うん、頑張るよ。そしたら時給上がるかもな。そうなの？あ、それは話違ってくる。頑張ります。ほんと？マリーも一緒。やっぱりお金が人の原動力だからね。ほんと？頑張ります。元気なやつ。何今の笑顔、かわよ。可愛い服もたくさん買えるし、アクセサリーも。もう一回笑ってくんない、風間くん。ちょっと待て、俺がお前の時給決めてるわけじゃないから、そんなに本気になるなって。でも風間くんなんかバイトリーダーっぽいけどね。来た、風間くんの呼び方を変えるイベントですね。
風間くん、りょうたくん、りょうくん、りょうちゃん、りょうた、りょう、りょうたさん、風間りょうた。なんでフルネーム？若様。若様個人的に好きだけど、めっちゃ怒られそう。あー、ちっちゃい頃なんて呼んでるんだっけ？りょうたくんやったっけ？りょうくんやったっけ？りょうたくんだった気がするな。これ呼んであげたら嬉しいんじゃない？風間くん。一緒に帰ろう。りょうたくん。お前も今帰り？嬉しそう。うん、よかったら一緒に帰ろうよ。だな、一緒に帰ろう。わあ、優しい。声と目が優しい。やった、じゃあ行こう。もうすぐ文化祭の本番だよ。うちのクラス気合入りすぎだよな。仲良さそうだもんね。うん、なんか本格的になってきちゃったね。ああ、本番は楽しみだけどさ、準備期間もいいな。あ、いいね。三影先生も堂々と作業着でいられるって喜んでたし。何それかわいい。三影先生らしいね。俺、放課後にこうやってみんなや先生とドタバタするの結構好きだ。そった、いいね。本番はもうちょっと、この時間を楽しんでからがいいな。あ、お祭りとかの準備とか好きそうだもんね。りょうたくん、文化祭をすごく楽しんでるみたい。あ、そうだ、りょうたくんから帰りに話があるって言われたんだ。何かあったのかな。すごいグイグイ来る、この1週間ぐらいで。そういえば話あったんだよな。どうした、何か悩み事かい？うん、何の話？何だったかな。まあ大したことないと思うけどさ。あ、忘れたんか。あるある、そういうこともあるよな。え、忘れちゃったの？俺が言いそうなこととかお前わかんない？幅広いな。りょうたくんが言いそうなこと、お母さんみたいな小言とか。お前今よからぬことを考えてたな。ぎく、なんでりょうたくんにはバレちゃうんだろう。そんなことないけど。けどなんだよ。時間はたっぷりあるからゆっくり聞こうか。かわいい。りょうたくんの話を聞くんじゃないの？たった今事情が変わったんだ。もう都合がいいんだから。なんだ君たちイチャイチャして。可愛いんだけどそういうの、最高です。まあ、何か気づかないか？どうしたの急に。ほら、何か違うだろ。俺、気になることないか？なんだろう。そういう質問一番困るな。気になること、りょうたくんの髪が伸びて目に入りそう。まあ確かに前髪長いけどね。髪の毛触っとく？おい、口で言えばわかるって。めっちゃ今嬉しそうに笑った、かわいい。でも、まあ当たり。当たり？少し髪切ったんだ。よく気づいたな。気づいてたよ、それはもちろん。やっぱ前髪ね、3ミリぐらい短くなった気がする。そうなんだ、短くなったんだ。まあね。マリーも嘘ついとる。へえ、お前意外と俺のこと見てるのな。合格。よかった。長くて気になったことは黙っておこう。墓場まで持っていこう、それは。さあ文化祭ですね。早く教室に行って開店の準備をしなくっちゃ。さてさて、風間くん。いい、楽しんでるか？楽しんでます。風間くんは？まあ。どうした？何があった？見つけた、風間くん。あー、そっか、そうやったね。幅がく案内して。すごいやそ。あの、今日はシモンの仕事じゃなくて学校の文化祭なんで。そうだよね。あー、まあちっちゃい子には罪はないからな。あら、よかったわね。うん、ママ。ママ止めてあげて。よかったら案内しますよ。わ、いい人ってやっぱ損するんだな。やったー、風間くんありがとう。行ってくるよ。万が一時間あったら一緒に回ろうな。かわいそう。時給も出ないのに。風間くん、お疲れ様。一緒に回るなんて無理そうだな。お抹茶とみたらし団子、お待たせしました。ふう、こんなにお客さんが来るなんて想像してなかった。なんか急に繁盛しだしたな。だね。あ、風間くんは休憩なのかな。
あ、りょうたくん、いらっしゃいませ。え、あれ同じクラスだよね。あ、休憩中やけんってこと？なるほど。お前の看板娘パワーか。え、何のこと？お前がシフトに入って急にこれ。いつも言ってるだろ？吸引力の話。そうだね、言ってるね、いつも。調理班で作ったお団子セットの力だよ。はいはい。じゃあその団子セットください。わ、やった。お団子セット一つ入りました。うん、うまくできてるな。お、いいな、美味しそう、食べたい。うん、調理班で頑張ったからね。うん、お茶の苦味もいい。そうったい、美味しそう。やった。団子もお茶もお前の笑顔も満点だ。やった、やったね、大成功。さて、文化祭が終わったところで一旦ここで終わりたいと思います。すごい怒涛のように風間くんにおしゃべりを誘ってもらって、確か3日間連続ぐらい土手でおしゃべりしましたけど。いいな、楽しそうで、いいな、青春ですね。というわけで一旦ここで終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。続き気になった方、また見ていってくれると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。茨でした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。